ストルバイトは、リン酸塩鉱物の一つ。化学式は、NH4 マグポ 46H2O で、リン酸マグネシウムアンモニウムの6水和物である。中性あるいはアルカリ性の水には溶けないが、酸性条件であれば容易に溶解する。1842年のハンブルク大化により焼け落ちた、聖ニコライ協会の発掘調査中に、化学者ウレックスにより見出され、当地中剤で、 鉱物学に造形の深かった外交官ハインリヒ・フォンシュトルーベにちなんで1846年に命名された。ストルバイトは水産物の缶詰中で生成して消費者からのクレームのもとになることがある。犬のストルバイト膀胱結石生態鉱物として人を含む動物の尿路結石として見出される。特に犬の結石として非常に多く見出され、 猫や人でも高頻度に見られる。尿路感染症があると尿素がアンモニウムに代謝され、pH がアルカリ性へ傾くため生じやすい。原因菌としては、プロテウス属、シュードモナス属、クレブシエラ属、ブドウ球菌属、マイコプラズマ属などが挙げられる。また感染がない場合でも、犬や猫ではしばしば暴行に血跡を生じ、 排尿障害や血尿といった症状を示す。猫の場合、フェロモンの成分となるタンパク質好奇心がストルバイトの結晶核となることが知られている。馬の超血石として見出されることも多い。下水処理施設に付着したストルバイト下水処理の過程で、特に嫌気性細菌による分解で、アンモニアとリン酸が生成された場合に問題になることがある。ストルバイトは、 アルカリ性で水温が低い場合に積出しやすく、配管、延伸機、ポンプなどにスケールとして付着し、処理設備を詰まらせることがある。逆に処理設備からストルバイトを回収し、肥料として利用することができる。ありがとうございます。